聞いたことある声がするじゃないか。はいね。どうだっすか。あ、これ、まあ、なんですか。ただね。うお。はい。うん。ごきげんよう、諸君。どうもどうも。これかわいいよね。かわいい？うん。僕はないやろ。ありがとうございます。え？ああ、鍵ね。車ね。上塚さんから今来たから。ああ、そうだったんだ。びっくりした。かわいいが盗作者。やっと戻ってきたんだ、これ。タラちゃん、タラちゃん、タラちゃん。でもパンクはするらしいじゃないか。しますね。うん、あれ？タラちゃんももらうの？そう。交渉だ。違いますて、やから。そんなに火種、ね、もう早々と作らんでも。で、皆さん、この装甲車のルール、うん、大型ミッションにしか使っちゃダメです。で、それは変わらず。変わらず。で、ボスの、のみの所有。うん。鍵を渡して部下に乗らせるのは OK です、ミッション中。なるほど。うん、で、カスタムは一切禁止。何が一切禁止？塗り塗りは OK です。色替えは OK。 塗り塗りは OK。 うん、カスタムは禁止で。カスタムは禁止。はい、走ってみよう。普段使いは大丈夫。まあ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 、完全に使わなければ。はい、ええ、わかりました。なるほど。はい。なんか言いたげですね。どうしました。マクドナルドや、マクドナルドや、普段使いに乗るのはおかしいでな。あの、まあ確かにね。あの、犯罪のために使う車だね。うん、そうそう、わかってる。いや、だからな、ミッションに使うための車なんだよ。だから、お前が前に言ってた、その、ぬりぬりして、みんなにボス限定の車を見せびらかすためのもんではないっつうして。バカじゃねえ、たまたま。こんなな、立派な車はボスが持てるとは、まあ、そういうことだから。いや、ちょっと前半何言ってるか分かんなかったわ。まあまあ、立派なな、あの車をな、うん、ボスがな持つってことは、まあ、それは大事ですからね。大事なことだ。皆さんもやっぱデコレーションして、あの、ちょっと待ちよな、ね、やることよ、かまあ、そのな、使うときは使う。使わないときは見せる。それでいいじゃないか、まあ。いや、見せる。違う違う。そのさ、見せるっていうところがお前の、まあ、醍醐味なんだろうと思うんだがな。うん、まあ、大丈夫だよ。そんな、私もあの、使いますよ、サンタ。マクドナルドや。何のためにこれが用意されたかっていうのを理解しろよ。ああ、それは分かってる。私もその、実践してみてな、あの、その、どれぐらい使えるものかってな。うん。ああ、もう、すみません、無線がわかんない。なんて？すみません、無線がうるさいな。無線がうるさそうだな。マクでも。なんかお前昔これ多分ヌリヌリしたやつ BFC でさんざっぱら自慢してたよな。自慢してたお前。そうまあこれそんな上塚さんがお前頑張ってお前入れてくれたお前寂しそうないと思う町の人に。あの上塚さんが頑張って入れてくれたやつだから町の人間に見せないとなこれはって言ってる。そうモンデューさんとかもやっぱ乗ってるところをモンデューさんがちゃんと乗ってるところを見せないといけない。まあモンちゃんは反対派だからねこれね。普通の車の方が強いって、うん、これ今乗ってきたけど下でちょっとだけ、うん、おっせ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 が、まあ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 別に使いたくなかったら使わなくていいし、おります、売ります、できないな。白いセミに売ろう。できないできない。なるほどそんな感じや。タラちゃんは何マダラ組っていうの。そうです、私、うん、この度、組織を立ち上げました。マダラ組の音も動いてないじゃん。失
あ、ほんとだな。室内になったら大丈夫だ。あ、そういうことなのか。言ったでしょ、この人。あ、そうか。さっき、タラちゃんに舐められたよ。え、なんだったの。なんか話、なんか初めましての話、なんか挨拶するとき、うん、なんか、えのきたら、普通に出た。いや、違う、あれ、違う、いや、あれは、いや、これの電話だったんですよ。この走行車のお電話をいただきまして、うん、ちょっとまたあの行けるタイミングになったら折り返しますという。しかも喉閉めて騙してた。違う、そんな、じゃあ告げ口会みたいな、ちょっとやめようよ。違う、いや それでまあまああのお約束させていただいたもんでありますから、あ、分かりました、すぐ行きますということで、こうすぐパッとこうキビスを返したらですね、その時にはもううちの唯一の部下が頭をぶち抜かれて死んでました。で、確かに。で、その後私、まあ一応その自家用車に乗って部下を乗せて向かおうと思ったんですが、うん、お宅の元気な子たちが車を動かした瞬間、一斉に私の車を蜂の巣にし始めてですね。その話長くなりそう。2分ください。で、車ごと海に落ちてしまったもんで、お送りいただいた次第であります。お世話になりました、本当に。うん。もんちゃん、今日めっちゃいいじゃん、服装。あ、これですか。うん。なんすか。これ、なんかたまたま、なんか、いいなって思って。決まってるじゃん。ジャケットすごく似合うの。はい、それでキャバクラ来てくださった。ああ、キャバクラか。うん。キャバクラ飽きた。僕と飽きた。新しいキャストが入ったからまたその前変わるよ。パナちゃん、お前ニサでお前ゴングのボスってお前そうなかなか大変だと思うよ。本当にどこのギャングにも属したことない状態で始めたから、もう何がわからないかすらわからない状態だからさ。まあ、走行車ってのは、その、まあ、そう、まあ、あんまり、あれだったら乗らなくてもいいよ。おい、なんか、でも確かになんかステッカーいっぱい貼って乗ろうかな。大型行かないしな。そもそも大型行かないでしょ。ああ、そうなんですよ。ちょうど、なんか、ボスたちがいるから、言いたいことあるんですけど、うん。パレットって今大型じゃないですか。はい。あれ、ハングレーン上げちゃうのどうですか。あ、別にいいですよ、全然。あ、うん、金3000万しか入ってこないし。うん、ハングレーにあげちゃうってのは。あんま、まあ、ハングレーがやってるの見てもあんま気にしないみたいな。私は別に気にしてないですね。うん、あ、私はもともと気にしないよ。あ、マックさんは大丈夫ですよ。ただほら、1回にカウントされるっていうのがね。そうですね。あるわけでは。え、やらないでしょ、だから。やんない、全然。やらない。じゃあいいじゃん。うん。うん、全然いい。ていうか、あれが大型の意味が分かってないから、わし。だから、あれが2億円ぐらいになったら、うん、おぉ、ちょっと。まあまあまあ、それはそうだね。3000万はな、ちょっとな。うん、金額に次第でこう変わってくるのは、ちょっとな。そうだよね、でも。あれが大型はちょっと意味分かんないもん、ね。まあ、意味分からないな。うん、しかも難しいでしょ。めんどくさいし、なんかな。俺は得意じゃないな。人数いるんですか、パレットって。いらんね。じゃあやろうかな。おお、やってこい。やったらいいんだ。でもそしたら、ハングレと勝ち合う可能性はあるんじゃない。うん。確かに。うん。いいじゃん。そしたら、おい、まだら組やぞ、言うて。うん、やりやったったらいいや。はぁ、うめぇ。そうですね、うち触れ込みでは800万2人がいるっていう触れ込みで。何言ったか分かんないな、それ。どういうこと？800万だ。ちょっとお金持ってなさすぎるだろ、お前それ。でもパレットのところででかい顔されたらうちの島だから、ね、あれだけどね。まあ、あとそうだ、なんかさ、短粉の話。ああ、はいはいはい。あれ、うん、どうします？いや、うちは反対です、ね。私も乗るつもりないな。だって意味わからんくない、3本前にいて。そうそう、なんか、そうなんですよね、誰があれ決めたの？その、え、アイリス。わかんない。アイリスなんだ、結局。アイリス。え、だから、なんか話を出したのはアイリスでしょ。
あ、らしいっすね。うん、でも別に決まってないんでしょ。いや、決まってない。関係ない、関係ない。勝手に言っとるだけ。なんか決めるのもなんか面白くないじゃないですか。面白くない。うん、そうですね。その場でほら、ってね、交渉になるわけじゃん。で、いろんな選択になるわけでしょ、その方が。まあ、別にそこでね、ムカついたんだったらそこでバチバチやり合うの別にいいわけだから、本来は。そうですね。だ全部が全部ルールみたいになっちゃうと面倒いからさ。そう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 。そこが話術とかが、ね、交渉力とか交流がはそのある多分ないとそうなっちゃうかもしれないし、交流があればある程度話し合いできるかもしれないし、でもそこですれ違いが発生したら、まあ、そこでバチバチになるっていうのは別にそれでいいんじゃないかなと思うけどね、わしは。うん、まあ、マクドナルド関係ないと思うけど、なるほど。だってマクドナルドだと面白くないだって お前受注先来ないだろ。あ、行きますよ、私は。ほんとかよ。そっちはよ、マックさんって大型参加するの？あ、参加するたまにするよ。うん、あ、そうなんだ。そう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 、たまに、たまにか。うん、まあ普段はあの警察署に忍び込んでるのがまあほとんど多いからさ、なかなか出るところが遅いんだけど、この間グッバイのそのマックさんの部下が大型並んでて、マックさんも来んのかなと思ったら、キャバクラやっとったわ、この人。あの時はな、そのとはな。うん。まあ、ミッション行くよりキャバクラの方が儲かんだろ、どうせ。あなたは、セットヨタが好きな、お前。ちょっと、何言ってんの、何言ってんか分かんねえ。痛いところつくなって言ったのかよ。ああ、そうだ。ああ、そうか。大変だ、通訳が。マックさん、アイジェルですか？アイジェルよる？アイジェル。うん、IGL とのまあその他の子もできますけど、まあ私も指示するとこありますよ、もちろん。無理やろ。ダメだったんだな。もう部下が聞き取れんやろ、それ IGL しても。最近はね、部下が疲れた、まあ私はまあ何度も同じことを言わせる。それがまあな、ダメだったんだな。あのちゃんと耳かぶってきちゃったんだな。最近さ、夢の世界でさ、うん、あの、前監督っていうの見たんだよ。あ、なんかマクドナルドに見えてきちゃってさ、途中から喋り方がさ、いや聞き取りやすいマクドナルドみたいな感じ思えてきちゃって、途中からちょっと面白くなってきちゃって全部見ちゃって、おー、私あれめちゃくちゃ良かったんだ、あの時代に生まれたかったな。あれマクドナルドかって言われた、あれマクドナルドなら結構嫌だけど、お待たせしすぎたかもしれませんって言ってほしい。あ、確かに。お待たせしすぎたかもしれません。結構もうちょっとなんか元気に。滑舌の問題あるか。あれるなんか。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれませんみたいな。お待たせしすぎたかもしれません。滑舌の問題だな。でも本当にね、走行車良かったですね、もしかさん。これもずっと使ってるってことでしょ。まあいい。一旦使用期間なのかな、1週間分からんけど、うん、またもう私ももうめんどくさくなっちゃって、そりゃそうだよな、ええかなってなってきたもん。何言ってんですか、あれだがね、あの新体まで出たらこれやっとあのテレビだお前、まあ、権利じゃないですか。うん、うん、そう、まあその警察のね言ってることももちろん分かりますけど、あのね頑張ってお前新体まで出た、新体まで勝つとも話をもな、そこでね、まあな、一週間そこらではまあ、勝つよな。バンドマスな。違う。うん。まあまあまあね。うん、そう。うん。うん。あちら乗る分でも、そんな言うかさ。うん、そうです。まあだから、街乗りっていう風な感覚でガンガン乗り回すのはやめとけよ、マクドナルド。まあ、それは勝ったわな。私も、お気に入りの車も最低やるから、まあさ。ちょっと、そこだけはちょっとわかんなかったの、ごめん。さあお気に入りの車あるからそっち乗るからいいよ。わあ、よく聞き取れてるな。これそのボス集まったら毎回こういう感じなんですか、マクドナルドで喋るときは。そりゃそうでしょ。マックさんちょっとゆっくり喋ってほしい。今はもしかしてタラちゃん喧嘩売ってる、グッバイ。違う、違う、どうつもだまん。いや違いますやんか。いやそのなんかこう、いやなんか
なんかそんな挟まなあかんかなと思ってこうみんななんか通訳しやあのまあ鬼滅まあ出来たてフォアフォアでもそんなこと言ったらまあ細胞さんもこの3人の4人誰かもそうあげなさいまあびっくりするぐらい分からないんだろお前聞かせる気あれへんがな最初から今の最初から聞かせる気ない時と最後だけ聞かせる気ない時とかあるよなどうすんなほら分からへん今のまあお母さんかなまあどこでもないからまあこんな子になったかもしれないけどお前さほんまやめとけてややこしなんの、まあ、ほんまお前ほんまやめとけてまあややこしなるからほんまにややこしなるかったものすごいことになるぞあいつあんま言うたらお母さんにお前言っとくよちゃんとな、うん、もうちょっとお前ちゃんとな子供の面倒見てあげなさいっていや最近わしの家に母ちゃんの子育て部屋っていうのを作って、うん、母ちゃん時々来て子育てごっこを一人やって何の話それ前何を言ってんのいや違いまんねん何の話したいのそんなんだお前ほんとできんのかお前頑張ったのボスがお前いやちょっと怖いけど母親には怯えながらになるけど頑張りますよこの町にいるの母親ってはいねねでしょそうそう、あ、ねね母親なのお前のねねおねのねだとおねさん知ったの何鬼のねねって鬼のねねって知ってるって鬼のねねあ、ねね、ねね知ってるよそう、あの子のこの子のママなんだママらしいよ、ねねが、うん、タラちゃんのはいえお父さんはお父さんはエド・エトワールっていううんあ、占いホストがあるんだからやめとけねねって何歳なんだ母ちゃんいくつ多分40ぐらいやろやめとけってやからそういうことなのやめとけって40とか50代ぐらいやめましょうってこの回やめましょうやめましょうちょっとなんでいや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 じゃ別にまあお母さんの別に年齢ぐらいなそんなまあこうそんなことだまあビビビビってたまあキャングのボスがもう強だなもういやちょっとしっかりしなさいお前なんてそんなことでギャー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 言っとったらギャングのボス止まらんよってああバンさんうまいっすねしっかりしなさいお前ないやまあうんそれはそうやけどさバンダーマンさんのところお前一回お前そのな育成してもらったら怒ったんじゃないかお前えまあギャングのボスの名前立ち上げたんですよいくら走るごめんちょっと何言ってこかなとじゃあ無理だわごめんなあまあそのまあだからお前お母さんにもちゃんとまあ親孝行してうんそうやな確かにうんそうやな母ちゃんには世話になってるからまあそれは親孝行はしたいけど最近色にボケてるからなだからあ本当かそうなんだよずっとなんかね追っかけてんだよねなんか色にボケてるってなんだいやなんかねずっとなんかスキピがってずっと聞かされてあよくさ言っとるわさ誰が好きなん母ちゃんバンダーマンええバンダーマンさんどうぞお前バンダーマンさん色恋してんのバンさん今何これねいや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 勘弁してくれよいやこれはでも息子としてもちょっとなんか何とかして引き剥がさなあかんなとは思ってるんですよ私は仕事をしてるだけだよってことはこれネネとパンさんくっついたらタラちゃんそう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 いうことかお前組織的にそういうことになるタラちゃんくだるってことかいやそうすげえ複雑な傀儡政権が始まるえそう不思議に上手じゃんお前タラちゃんも練習しようよ練習なんのバンさんにパッパって呼んでみて。あるよ。もうちょっとやめませんこの会議。一旦でも行っとこ。一回。あーパ。なんだマスの言い方。あーパ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 。赤ちゃん帰りしちゃった赤ちゃん帰りしちゃった血出た血出たやばい千と千尋の棒みたいになってる帰るかそろそろなしつけとくからじゃあ
ちがもうほんまやからなんとかしようかなって思う。やからバンさん、わしの方でも協力できることあったらするんで。あ、そう。母ちゃんに関してはちょっと度を超えてきてると思うんで、そろそろ。まあ度を超えてきてるとどんな感じなのか。別に実害はないけどな。あ、まあそれだったら懐広すぎるな。あれで実害ないやったらすぐ。いや、ないよ、全く。いや、よかったよ。そうかな。うん、声色全然変わるからね、マジで。別に声色変わるぐらい実害ないだろ。ちょっと怖いぐらいで。いや、ちょっと私が聞いてられないんですよ、実母が声色変わるところ。それは自分の問題だから自分でどうにかしないよ。実母なんだ。はい。お母さんのことなんだ、まだ。父母のしてないのかな。してるよ。いや、してるって。してるよ、どんどんしてんねんけど、なんか、わからへん、そんな。なんだろう、お前が母ちゃんってなんかこうそこかしこで薬剤の子とか言うからやな。やらこしなってんのよ。認知はしてもらってます、ちゃんと。俺はまだしないから、ほんと皆さん多分ね、迷惑かけると思いますよ、タラちゃん。全然わかんなかった。親離れしてないからまだ迷惑かけることになるんだな、タラちゃんみたいな感じか。違うの。そうだ、あったろ。何やねん、バナナさんのこと。じゃあパパと思うんだったら、ずっとパパって言わないと。え、じゃあ私のこと師匠だな、お前な。どこでどう？ネネの師匠は私だ。ああ。ややこしいこれ。でもカジノはさ、モンデルさんのところのあれだから、カジノに勤めてるだろ、あの子は。いや、勤めてないだろ。ないよ。あれ、カジノ勤めてなかった？いや、勤めてないと思う。カジノさんのなんか、あ、違うの？違うと思うよ。あ、そうなんだ。一時なんか勤めてるみたいな話を私にしてきたから、そのあたらまあ、ポンジさんオーナーだから、オーナーって言った。え、わしが、オーナー。オーナーはだってナシモさんでしょ。パパ、オーナー、師匠。いや、オーナーはナシモさんでしょ、だから。うん、確かに。だからボスじゃない？ボスでしょ。あ、ボスだ。ややこしなるって。だから余計ポンジさんのことはボスって言うんだ。ボス。じゃあマクドナルドはどうする？マックは私のことをマックでよ。いいんか。なんでやねん。なんでそこひねってくれへんねん、もうちょっと。まあでも薬剤をまあ構想させたのは私だから、先生にしよう、私のこと。え？先生。ボス、師匠、パパ、先生。はい、言ってみなさい。ふざけんなよ、おい。なんでわしだけパパやねん。ね。おい。パパはどの？おい、こら。パパは？おい、こら、ピエロ、こら。おのごっつややもしなるぞ。なんでわしがパパやねん、おい。パパ嫌なの？パパじゃねえでも、だって。どうなんねん、そんなもん。パパでもなってほしいんだろ？タラちゃん。なんでわしにそれ伺い立てなあかんのよ。え？なんとかするって言ってただろ、お前、さっき。タラちゃん、まあ、なんとかできんのか、お前。バンダーマンさんと、お前、薬剤の関係を。ネネの関係をお前どうにかできるって、お前パンかけっとるだ、お前。いや、でもそんなもんわしがパパ言うたらいよいよ外堀埋まるぞ。埋めるわしよ、ダマさん。いや、だから、いや、もしじゃあタラちゃんのところがマダラ組がえれえ力つけたら、あのネネ怪獣してでもそっちの組織食っちゃうよ、そしたら。そうかそうか。最悪や。それはな。集まったら集まるだけあかんもん。私これあかんわ、これ。ほんま。この町で初めてのギャングの買収。これ言うな。ちなみにタラちゃん、どうしてギャング立ってたの？いや、なんか、どこにも迷惑かけずに、文句もない状態でシャブ練りたくて。それで立てました。シャブ寝るためだけにギャング立てたん？はい。で、弱いギャングがシャブ寝てたとして、ええ、ほな、お前他の組織に金納めろや言われたらどうすん？お、そんな、だってシャブが寝りたいだけのギャングなんてさ、力がないわけだからね。うん、抵抗力がないってことだよね。うん、どうすんのそれ。力つけなきゃね。確かに。え？
助けて助けて助けるな助ける何言ってんだおめえ昔さこの町の歴史で、うん、面白いことをしようとしとった人がいてさ、お薬練ってるところのトラックを襲って薬全部盗んでやるっていう。そのことをしようとしてたんすよ、なうん、モッサンモッサンモッサンだから揉め事を起きた相手のギャングの薬練ってるところを襲撃して、うん、え、やば根こそぎ行くってこと？もうそれ根こそぎ行ったろみたいな。え、やっぱえ、もうそんなんもう2秒で靴舐めますよ。いや、靴舐められても金だよ、結局は。だからそういうことをしようとしてた人がいるから結局それやられたら困るじゃん。殺にそれやられても殺で腹立つし、そしたらだから要は泥の掛け合いになっちゃうからそこまではやらなかったって話で、でもやろうと思えば理由があればそこまではできるでって話よ。できるね。うんうん、だって普段やらないのは相手にも武力があって暴走っていう形になるからなかなか手が出せないだけだって。タラちゃんなんて赤ちゃんやお前うるさいなお前たたなあ。赤ちゃんだからおもちゃ取り上げるようなもんやで。だからそう舐めた態度取ってると甘く見てると痛い目見るよって話やな。だからまあ確かにそのギャングだろうが半グレだろうがね。あーなるほどなるほど。ちなみに皆さん半グレに対するスタンスって結構バラバラですよね。バラバラだね多分。そっかそっかそっか、なるほど。それ別に統一はされてないんですね、うん、各組織のやっぱりあれがあるからね。ああ、うん、考えがね。うん、そっかそっかそっか、うん、なるほど。タラちゃんなんかうちに散々喧嘩売ってきてたしね。だっていや違う、ちゃいますやん、あれは。ちゃいますやんことはないよちゃうことはないやろ、お前何がちゃうねん、ほら何をやったんだ、ほんとお前。いや、そう、いや、確かにお話ししもんで、ありました、ありました、あの頃は、本当に、うん、未成年だからってな、まあ、ほんと何でも売るぞと思ったな。確かに、ちょっと、一回ウェスカーさんの組織の女性の方にちょっと目をかけてしまって。女性？え？色恋なんかしてんのか、まあ、なんて言ってんねんやから。色恋なんかしてんのか、お前。なんでわかんねん、そんなすぐ。うん、本当だ、お前。ごめん、お前だな。謝られたらもう立つ瀬がないんですよ。うちらもじゃあその薬作りの仕事するから、君。え、な、ん？あれ？うちらの薬作りするのはどう？うん。それがしたかったんだろ？それがしたかったんだろ？モンデューさんのところにじゃあ、毎月、スーパースターな、うん、100。ウスカーさんのところにも100。少ない。うん。毎月100少ない。毎月？少ないな、確かに。毎日でしょ。毎日100にしようか。毎日100。うん、何の話すんだよ。まあまあそのところはまあその後々パパになるわけだから200な。200にするか。毎日200。私のところはまあメガロでいいから。メガロ。メガロ100。みたいなのそれ。その100を何するのよ。100を何すると寄付するんだ、うちらに。そしたら手出さないで置いてやるよっていう話だよね、うん、めちゃくちゃな話なってるよすごくのっけからできてもつかめ。でもそうじゃないだろ。できてもつかめ。だからいやでもそうじゃないだって。もうこれだけ作らせてやるんだから。もうめちゃくちゃじゃないよ。ギャングでしょだって。いや違う、もうじゃあ走行車あげる。走行車あげるから。いらん走行車あげる。一番あるかお前な。まさ言ってんのよ。まだ作れてもないのよ、自分のところの分も。その後作ればいいじゃん。作ってどうしたいの、その、うん、誰にも文句言われずに作りてえっていう話だ。金稼ぎてんだろ、うん、その薬で。はい。それを他の組織に何も言わずに手出さないでください。薬だけ練ってます、ギャングですって通用しんくね。いや、迷惑はかけないですから、どこにも。
うちスタンスとしては、島も、今のところ持つ考えもなければ、構想するスタンスもなくて。いや、だからそれが、ほんなら潰されてもしょうがないっていう話よ。口だけ寝れたってことだろ、念のりしたい。だって、ハングレーと変わらんやん。やっと変わらないぞ、お前それ。お前、他のハングレーには手出さんくって、じゃあギャング立てたら薬作っていいんだっていう風になるやん、ギャングが。なあ、それは自分の武力でみんなカバーして守ってるわけだから。もうまた確かに。せやろ。あ、お母さんにも相談せずこうやって勝手に立てたな。だからお前こうやって今は私たちお前とも悩むわけだ。アンダーマンさんにもパパになるんだったらお前先相談しないと。お前バカ野郎、お前なんかそれ言うなっつうの。別にパパになるなって言ってねえだろ、一言も。俺まあまあそりゃそうだけど、こんなにお前もやってもらえよ。アンドリーさん、これなんとか言っちゃうことよ、お前。これ薬だけ作りたいからって、お前。なんて？薬だけ作りたいからって、お前、こうね、私たちも基礎も一つもない。いやいや、ちょっと待って。なんとか言ってやってよって。うん。ああ。え、話いる？もう殺したらいいじゃん。なんで？今日読んだよな。なんで？もうさっき殺されてたよ、うちの部下も。いや、でも。そういうことよ、タラちゃん。ギャング。まあでもだから力をとか、うん、そう。いや、それが嫌なら自分を守れる力が必要だっていう話。うん、いや確かに。ただうまいこと立ち回りせないかんとこと、そういうの掃除でね。うん、ああ。だからその薬だけ作りてえギャングですっていうふうに歌っちゃうと、そういう話にもなっから、こっから頑張っていくんだとりあえずっていうふうな話で。ちょっとずつ力つけとったらええんちゃうか。ああ。知らんけど。頑張れ。実はね。頑張ります。ただだからうちの部下が弾かれたりとかそういうことになったらやりに行くでって話や。やらんやろ。それはさすがに。やるわけがない。そんなことあったらおしまいだよ。いやだからまあ謝ってね、そういうことになっちゃったらけじめは取るでって話や。もちろんもちろん、それはちゃんと食べてあります。じゃあギャングか、タラちゃんは。はい、うん、一旦お金ちょうだい。カツアゲ。ほら、ではでもこれ渡さんとね。まあそうそうそう。おお、これ何、飛んでみろみたいな話。そんなことぬるぬるした。飛んでみろ状態よ、タラちゃん、うん、抵抗する力がない。力がないギャングはそうなっちゃうんやな。いやいやいや、もう多分この布の絹ずれの音しかならないですけど。え、いくらあんの逆に。いくらあるの今。でもうちの組織の売る金は、うん、全財産って5150万円。いや、全財産、全財産、全財産だ、全財産だ。お前さ、え、ギャング立てる前に集めて準備せずに建てたわけ。私ですらお前ハングレ時代に金稼いで貯めてようやく組織立ち上げて力つけたけど、お前立ち上げてからやろうとしてんの。あ、でもそれは牛とあんま変わらんな。ほんと。まあでもな、モンデさんのことは集める。そうそう、集めようとする努力っていうところをしてたから。なんでなったんだお前。いやでも一応あの市長にはお金払って。お金払って、市長のお金を払った。お金払ってギャング立てた。いや、はい。からかまったな。1円たりとも市長に金払ってってやったことはないけどな、わし。まんまだないよ、そんな組織。え、いくら払った。300円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 。どういうこと？あ、なんかお金いらないのって聞いたら、あ、じゃあ払えよって言われて、うん、で300円。それは払ったうちに入らんやろ、300円。あ、それで払った気になってんじゃねえよお前。何やったんだほんと。実際に会ったことない。あ、さま2歳だからって、まあ、300円が、まあ、そんな効果に見えてんのか、まあ、あのさ、お前かよ、お父さん、まあ、早いよ、そじゃ、まあ。え、2歳ってほんでいくつなん自分。今年でもあの3歳になったであります。
3歳はい、うん、3歳がうちのお前部下の女追っかけてんじゃねえよいや違うあれウェッサーあれ違うやん3歳でギャングのボスなんて言ってんのああ痛い目見るの砂場で砂場でまあ遊んでる年だよまあ3歳はじゃあマークはいくつなんだい私は28だよウェスカーさんいくつだっけ38モンちゃんは27ぐらい、126めっちゃ行ってるな100年前から来たからああそっかああそっかおうんじゃあ実質26かあそんな感じですねううボンさんはわし41やね今年42やね一番年下になるのかいやおのずとっていうかもう3歳の段階でそうだ大体のところで言ったら大体より下やろ確かに。じゃあ、そっか。みんな年上だったんだ。当たり前だろ、何年下のギャングのボスがいると思っとったんかい。逆に。いや、もう確かにあんまいないんだろうなとは思ってたけど、いや、みんないい感じにお年を召してらっしゃるだろうなって思ってたから。そっか。一回アンブレラで薬漬けにしたったら、こいつ。なんで価値ないやろ薬つけたこいつ何も出てこんやん薬決めたところにバケるかもしれないバケるおもろいゾンビになるかもしれないどういうこと何薬っていやいい興味持たなくて大丈夫なんで大丈夫大丈夫薬はどれぐらい毎週私たちに渡するえまたその話するのうんそろそろ解散した方がいいんだよ。解散だ。この流れ。解散したい？いや、うん、いや楽しいから一緒喋ってみたいけど。解散したいか。なんか。ヤングも解散したい？違うよ。だから。そうだね。なんでロンリーが飛躍するのそこで。楽しいな。でも何かしらのビジョンがあるんじゃねえの？自分。そうでありますね。一応ただまあ自分の個人のお金はウエスカーさんが言ってた通り一応半グレの時に貯めたお金があるのでおそういうことかだからほらアップなやからあかんってそういうことなのあかんよそれ聞いてあかんってすぐ後ろにちょうだいっていう人おんねんからわかるやろそれコント見てるいくらあるのかでさ、話変わってくるから話変わるからあかんねん、やから言えへん言うてるやろツッコミが遠まってんだそううん、そうだろすぐやったらノータイムで言うてきはったやんか、ちょうだいってずっと相性良さそうな感じするけど確かに彼はこの町に来て初めてできた大親友でありますので大親友まで行っちゃうんだねってことはその大親友のボスがここにいるわけだよねいやそのなんか相関図ややこしすんのやめませんそろそろだいたいこいつに話回ったらすぐ絶対次パパっていうターン回ってきますよこのままやったらまあまあ私たちねまあそんななんか利益があるんだったら君もまあややすいだろうまあまずは力つけるぐらいのあれやったら本当にまだ赤ちゃんだからねまあ好きなことやりてんだったらわがまま通す力が必要だってことだなまあそれがギャングじゃねえのかって話だよな。まあ力のね、種類もいろいろあるからマクドナルドみたいなのもあるしね。やり方はいろいろあるんじゃない？確かに。いやー頑張って、尾形とか行けるように。うん、頑張ろう。ほな、帰るか。楽しみだー。いやー。どれが乗れるの？送ったるよ。もうあるんですか。あおう、うん、そこのガレージから出しな。あーあ、本当だー。やっぱ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おい。おい。はい。パパって呼んだら殺すぞ。